対局観とは、囲碁、将棋、チスなどのボードゲームで、的確な形成判断を行う能力のこと。対局観とは、ボードゲームにおいて、部分的な攻め際にとらわれずに、全体の形の良し悪しを見極め、自分が今どの程度有利不利にあるのか、固く安全策を取るか、勝負に出るかなどの判断を行う能力のことである。また、対局感はその能力だけでなく、 対局についての見通しや判断。対局的検知のことも指す言葉である。また、対局的検知と呼ばれることもある。対局感に優れると、駒がぶつかっていない場所から意表をつく攻めを行うなど、長期的かつ全体的な視野のもと手を進めることが可能となる。反対に、対局感が備わっていなければ、盤上の一部での駒のぶつかり合いや、 短期的な駒の損得しか考えられなくなる。多分に直感的なもので、コンピュータでは完全な再現は難しく、駒の位置関係を点数化するなどして、疑似的に再現している。チェス用語ではストラテジーが類似した考えである。対局間の英訳は通常、パースペクティブが当てられるが、チェスからの援用で、ストラテジーが用いられることもある。ありがとうございます。